ヘイラクレースとオムパレー、ヨハン・ハイン・リヒティ・シュバイン、ヨハン・ハイン・リヒティ・シュバイン・ザイルダーが、1754年、オムパレーは、キリシア神話に登場する、リューディアの女王。オンパレー、または、オンファール、長望院を省略して、オムパレ、オンパレ、オンファレなどの表記もある。アポロドーロスによれば、オムパレーは、イアルダノスの娘で、リューディアオートモーロスの人なり、 トモーロスの死後多いを継いだ。神託によって奴隷となったヘイラクレースをオムパレーが買い取って使えさせた。以下の神話もアポロドーロスに基づく。ヘイラクレースはヘイラーに吹き込まれた狂気のためエウリュトスの子、イーピトスを殺し、病気に悩まされるようになった。ヘイラクレースはデルポイに赴いて神託を受けようとしたが、ピューウー島の巫女は神託を与えようとしなかった。 憤慨したヘイラクレースは神殿を略奪し、三脚台を持ち去って、自身の神託書を建てようとした。これを阻止しようとした、アポローンとヘイラクレースの争いとなり、ゼウスが二人の間に来帝を投じて分けさせた。この結果、ヘイラクレースは奴隷として身を売られ、三年間暴行した後に、エウルトスに殺人の代価を払え、という信託を受けた。ヘルメースがヘイラクレースを売り、 これを買ったのが、オムパレーである。オムパレーに仕えている間、ヘイラクレースは、エペソスの近くにいた二人のケルコープスを生け取りにした。また、アウリスで、通りかかる、他国人を捕らえては、ブドウ畑を耕させていたシュレウスを殺し、娘の癖の時計と共に、ブドウの木を焼いた。さらにドリケージ島に立ち寄った時、イーカロスの死骸が、海岸に打ち上げられているのを見て、これを葬り。 島をイーカリアーと呼んだ。イーカロスの父ダイダロスは感謝してヘイラクレースの像を建てたが、ヘイラクレースは夜にこの像を見て生きていると思い込んで石を投げつけた。こうしてヘイラクレースがオムパレーに仕えている間にアルゴナウ隊の探索やカリドドンのイノシシ狩りが行われた。また、この間テイセウスがトロイ全員よりアテー内に向い、その途上でならず者たちを退治したとされる。 ローマ時代のモザイクに描かれたヘイラクレースとオムパレー。ヘイラクレースの獅子の皮と棍棒をオムパレーが身につけ、ヘイラクレースは助走のウェイと巻きの道具を持たされている。スペインエヌ・アリア、三世紀ヘイラクレースがオムパレーに仕えた時、二人は互いの衣装を取り替えたとされる。この衣装取り替えについては、ローマ期以降脚色を受けて物語化され、 絵画の題材としても好んで取り上げられるようになった。以下は、B. エブスリン、ギリシア神話小辞典の記述の概略である。オムパレーは、専門な主人で、ヘイラクレースは女装の上、糸紡ぎの仕事をさせられた。オムパレーが、ヘイラクレースの獅子の皮を身にまとい、棍棒を持ったところ、棍棒の重さによろめいた。ある日、オムパレーは、森から奇襲を受け、牛をさらわれ、 部下が殺された。ヘイラクレースが、獅子の川をまとって、棍棒を持って森に入り、敵を相当したので、オムパレーはヘイラクレースを夫とし、三人の子を産んだ。ウィーン・シェーンブルン宮殿のオムパレー像。頭部に、獅子の川、右手に棍棒がある。ハンガリーの神話学者、カール・ケレーニーによると、オムパレーはジョドレーであったという説もある。 リューディアでは娘たちが結婚の持参金を貯めるために、遊女の生活を選ぶ風習があり、奴隷の呼び名は必ずしも否定的でなく、自主独立の意味があるという。また、オムパレートはギリシア語オムパロスの女性系である。その父ヤルダネースは、リューディアの川の名前である。前夫、トモーロスは山の神の名前で、タンタロスの父ともされる。オムパロスは、 大地の中心を意味し、金目石として、崇拝の対象とされ、大地信仰あるいは女神信仰とも結びついている。ケレーニーは、おそらくこの美貌の女王のためにアルゴナウタイから離れたものらしいとも述べている。リューディア王の紋章である、ダイオノは、ヘイラクレースが、オムパレーに送ったものとされた。イギリスの詩人ロバート・グレーブスは、オムパレーは、 デルポイのオムパロスを守るピュートーの巫女だとしている。巫女がヘイラクレースの罪の償いを査定し、その代償が支払われるまで彼を神殿の奴隷としたことと、リューディアの女王の名がオムパレーであったことが組み合わされて伝承となった。さらにグレーブスはヘイラクレースとオムパレーの衣装取り替えについて、西王権が女家長制から家父長制へと移り変わる初期の 段階を示しているとする。つまり、女王の配偶者が女王の衣装を身にまとっている場合に限って女王の代理を務める権限が認められたというものである。絵画、音楽などヘイラクレースとオムパレーを扱ったものがローマ期以降好んで取り上げられている。彼女を示すアトリビュートはダンバリンである。ヘイラクレースとオムパレー、ルーカス・クラナフ派。 ルーカス・クラーナハ・ハザ・ヤンガーが1537年アポロドーロス・ギリシア神話2・6.3ヒュギーヌス・ギリシア神話集第32話メガレーによればヘイラクレースが神託を受けようとしたのは妻メガラーと息子テイリマコス・オピーテイスを殺した時だとするアポロドーロスではメガラーの事件はヘイラクレースの12の工業のきっかけとされている ソポクレース作、トラキスの女たちでは一年としている。オーケアノスとテイアーの子。尻尾のあるものという意味で、猿と関係がある。名前については、パッサロスとアクモーオン、オロスとエウルバテイス、シロスとトリパロスといった説がある。アマゾーンの女王ヒッポリュテイの斧である。アポロドオロス、ギリシア神話2、7.8以降は、ロバート・グレーブス。 ギリシア神話第136オムパレイによる。ありがとうございます。